司法書試験合格後、今後のスケジュールについて。みなさん、こんにちは。レックス日講師の根本です。合格、おめでとうございます。えここでは、この試験合格後、どんな感じで進んでいくのかという話をざっくりと説明させてください。まず、今後のスケジュール感を書きにいますと、こんな感じになります。10月10日、筆記試験が終わる。で、この後、約2週間後の23日に、 工事試験が開催されます。そして、その後、まあ、2週間、3週間後に最終発表。という形になります。そして、その後どんな風に動いていくのかというと、え、こちら東京の昨年のデータに基づいてます。で、今年のデータについては、ぜひ情報収集をしてください。まず、昨年ベースでいうと、12月に東京会の研修。で、12月間の方からは、中央研修、ブロック研修。 それで5月からはいわゆる100時間研修と言われる特別研修があり9月の初旬に関西交差の試験が待っているという感じになりますでまず皆さんが目先で考えるものは工事試験です工事試験までの流れレックの方ではこちらの工事ブレイクスルーというものをこちら配布しております こちらを使って、どういうことが問われるのか、どういう学習がいるのか、ということを確認してください。今までみたいに、丸か×かという答えるものじゃありません。例えば、株式会社の解散自由をすべて言ってください。という感じの、あ、そういうの聞くんだと。今までと聞かれ方が違ってきます。どういう聞かれ方をするかを、まず見てください。そして、口実もし、 レックでは後日模試を実施しますそれを使って実践で練習してくださいそして残った時間は自分の持っている基本テキストそれを読んでいって知識のリカバリーに努めていってくださいはいでこれが終わったらこのあとね就職研修いろんなことに着手することになりますでこの部分の細かいところ 研修の詳細や就職等に関しては、ガイダンスを実施いたします。こちら、え、こ、え、生以外でもね、他にも実施媒体がいろいろありますので、ぜひホームページ等を見てください。荒川講師による、え、こちら、え、実務、え、この後ね、就職だとか、模試だとか、あ、就職だとか、研修だとかいう話については、詳しい話をこちらでやりますので、ぜひこちら、必見です。見てやってください。 そして最後に私たちからいろいろお祝いをさせてください合格報告会、まあ、東京の方では10月14日また各地域でも実施されますで工事試験の後最終発表の後に祝賀会を予定しております関東圏では11月17日また関西圏でも実施を予定しています ぜひこちらの方を振るっていらしてください。そして私たちにおめ,、えー、とおめでとうというふうに感謝をさせてください。こちら、合格報告会、日程がなかなか取れないという方あの、お電話等でもお待ちしております。例えば私であれば、えー、こちら渋谷駅前本校にいることが多いです。なので、あの根本とお話をしたいと言っていただければ、まあ、ちょっと今日は講義でいないけど、何,何時かろうね、電話しますよと。 いうふうふにこちら側もも、ね、折り返し電話するようにします、えー、各先生各地域に、えー、いますのでぜひその,、えーまあそのね、担当する校舎のところに電話していただいて先生受かりましたとといっ,った一方を入れてください最後に一つお願いがあります合格体験記をぜひ書いてください私の体験なんて全然合わないよと って思うかもしれませんそんんそななことないんです10人いれば10個の受かり方がありますその皆さんの受かり方が今苦しんでる受験生のためになることがありますあ同じ悩み持ったんだあじゃあ俺頑張ろうとそういった励みになりますぜひ後輩のためにもぜひ合格体験記の執筆よろしくお願いします以上簡単には寝ますが 私の動画、ここまで立ちます。最後までご視聴ありがとうございました。そして本当に、おめでとうございました